イースタンタウンシップスフレリトビュールの紅葉イースタンタウンシップスはカナダ・ケベック州のかつての地方行政区の一つでセントローレンス川とアメリカ合衆国の国境との間に位置し現在は観光リゾートエリアとして知られているフランス語での名称はキャンテンス・デール・エスト現在のケベック州の行政区分ではエストリー地域の大部分に相当しセンター・デュ・ケベック地域 モンテレジー地域、ショーディエールアパラッシュ地域の一部も該当する。落農やリンゴやベリーをはじめとした果樹栽培が盛んに行われているほか、メープルシロップの世界有数の生産地である。アパラチア山脈のなだらかな山々と湖が作る風光明媚な景色に英国王党派が作り上げたタウンシップの集落のニューイングランド文化とケベックのフランス文化が混ざり合った。 観光地として知られており、世界的な別荘地も多い。メンフレマゴグ湖ブロモの街並みラックメガンティックの街並み中心都市はシェルブルックで人口15万人。美しいメンフレマゴグ湖に面し、周囲のオルホール山がスキーリゾート地になっているマゴグがイースタンタウンシップスのリゾートの中心地となっている。また、 紅葉の美しさでも知られている。気候は寒冷な内陸性気候で、冬は長く厳しく、雪が多く氷点下30度以下にまで下がる。秋は紅葉が美しい。1870年代以頃までは英語圏であったために、英語の地名が数多く残っている。正式にはフランス語式に発音されるが、現在でも英語式の発音も広く用いられている。 三部のワデュラック修道院アメリカ南北戦争やアメリカ独立戦争時に当時イギリスの植民地であったこの地に逃れてきた王統派によって開拓された。かつてはカナダ太平洋鉄道、後にビア鉄道によってモントリオールからシェルブルックを通ってアメリカのメイン州を通過し、ノバスコシア州のハリファックスまでを結ぶ旅客鉄道アトランティック号が運行されていたが、 1994年に廃止となった。現在は定期列車の運行はされていないが、オールホールエクスプレスという観光列車が不定期に運行されている。シェルブルックには空港があるが、旅客定期便は運行されていない。ありがとうございます。